色とは光の吸収によって決まるものだとしたら、光を発する構成に色はあると思いますか？はい。その腸の色とかの場合は構造色だったりするので、その腸の羽自体が色を持ってるわけではなくて、その腸の羽にの、細部というのがめちゃめちゃ細かく見ると、その光を乱反射させる構造になってるので、結果として色に見えてしまうっていうのがあるので、なのでそこの部分と吸収率によって決まるものであるのですが、じゃあその炎があります、でそこにコバルトをつけます、銅をつけます、でリンをつけますっていう形で鉱石をつけると、それもまた色が変わるんですよ。なのでその吸収率によって、その色が、要は反射によって色が変わるパターンと、それ自体がそういう光を出している、その光、要は恒星だったり太陽だったら黄色だよねとか、で爆発寸前の赤色矮星だったら赤だよねみたいな、それ自体が色を出しているパターンと、反射によって色がある変わるパターンっていう2つがあるので、光が発する恒星に色があると思いますが、であればその光を発してるっていう周波数の光を出しているので、それ自体は色はあります。で反射しているものの、その中黒い紙だったら黒しか反射しないし、青い紙だったら青い色しか反射しないって話なので、反射の問題とその発光体の色の問題っていう2つのごっちゃのを一緒に考えようとすると、ややこしい話になるんじゃないかなと思います。